今からおよそ17年前、一人のキャラクターが産声を上げた。オーバーオールに赤い帽子、鼻の下に蓄えた豊かなひげ。そう、今やゲームファンの間で知らない人はいないスーパーマリオである。マリオ知ってナイト、偉人たちのドラマチックな生涯にスポットを当てて、その細かい部分、知られざる部分を知っていこうという、この知ってないと、今週はゲーム界のスーパースターマリオにスポットを当ててみたいと思います。司会は私、伊集院光です。あなたはどれだけマリオのことを知っていますか？美人アシスタントの吉田さとみです。さて、今回のテーママリオですね。はい、マリオこちらです。あ、すいませんその程度の段取りも覚えていなかったというのに驚愕を隠せませんけれどもこちらですね。まあ、今マリオってのはこうゲーム業界だけじゃなくて、ゲームファンならずとも普通の人は誰でも知ってるでしょ。これは誰ですかって言ったらマリオって言うでしょ。そうですね。ポンセって言わないでしょ言わないですね。マリオですよ。はい、ちなみにポンセはこちらです。まあ、カトリックとともにウェールズの、ね、前の黄金時代を支えた外国人選手なんですけど、このマリオ、はい、あのね、知ってるようで知らないことたくさんあるんですよ。はい、それで今日はですね、そのマリオのこといっぱい知っちゃおうと、解説にはですね、マリオにはやけに詳しいというこの方をお呼びしました。マリオ評論家のローリング内澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、マリオについては知らないことはない。この道15年です。皆さん30分この番組を見るだけでマリオ2になれます。なれるんじゃないかな、なれると思う。あ、ちょっと覚悟はしておけ。今のギャグはですね、さだまさしの関白宣言より抜粋のギャグでございます。今夜のゲームウェーブはマリオ知ってないと。番組が総力を挙げてマリオのことなら何から何まで徹底研究。マリオの知られざる秘密、あっと驚く意外な真実を一挙に大公開。これさえ見ればみんな大好きスーパーマリオにとことん詳しくなれるはず。さらに番組の最後には期待の新作ソフトを今夜もまとめてプレゼント。それでは今夜も行ってみましょう。ゲーこの番組はデジキューブ、はい、任天堂、セガエンタープライゼスの提供でお送りします。でっかい夏のでっかいタッグ、ブレイブフェンサー武蔵伝プラス、ファイナルファンタジー8体験版もついてくる。コンビニで愛と勇気の RPG が始まる。スターオーシャンセカンドストーリー、デジキューブ。秒間60フレーム、時速1500キロ、音より速い奴らがやってきた。世界最速レースゲーム、任天堂64 F-0X。 痛い。さて、まずはですね、マリオの誕生秘話から言ってまいりましょう。 VTR スタートです。これ結構痛いよ。スタートです。どうぞ。まずはマリオの誕生からお話ししていきましょう。今ではマリオはゲームファンの間では知らない人はいない超人気者。今日もどこかの家庭のテレビの中で飛んだり跳ねたりしているはず。しかしその生い立ちは意外なほど知られていません。一体マリオはどのようにして生まれたのでしょうか。マリオのデビュー作がこちら。一世を風靡した人気のアーケードゲーム、ドンキーコング。画面で動き回る男に注目。そう、紛れもなく若き日のマリオ本人です。このゲームを制作したのがゲーム業界のトップクリエイター宮本茂。次々とヒット作を世に送り続ける宮本が次なる人気キャラクターと思いついたのが、可愛いだけじゃないちょっと大人のキャラクターマリオだったんです。
当時のゲームはシューティングゲームやドットイートタイプが一般的。そんな中で階段を登ったり、さまざまなジャンプを繰り返し面をクリアするアクションはかなり斬新。ドンキーコングは大ヒットを記録します。もちろんマリオはゲームの主人公として登場。役柄はピーチ姫になる前のレディを助けるナイト役です。しかし意外なことにマリオに名前はありません。ジャンプマン、マニアはこう呼んでいたようです。そうです、マリオはデビューした時から抜群のジャンプ力を誇っていたのです。与えられたチャンスを何とかものにしなくては。一生懸命ジャンプを繰り返すマリオ。しかしそのアクションが注目を集めても、マリオのキャラクター性が世間の注目を浴びることはありませんでした。ドンキーコングがどんなに大ヒットしても、マリオはただのゲームの1キャラクター。ご覧のようにドンキーコングがファミコンに移植され、さらに人気爆発。ファミコンの名を世間に知らしめ、ハードの普及に大いに貢献しても、マリオのブレイクにはまだまだ長い道のりが待っているのでした。マリオっていうとね、あのタラッタッタラッタッハー、あれがあの最初のマリオだと、まあ僕的にはハーって必ず入れるようにしたんですけども、はい、あれが最初だと思ってる方多いんですが、実は違うんですね。そうですね、実はその前にドンキーコングというですね、うん、ゲームにマリオって名前ついてないんですけども、うん、まあ、同じキャラクターが出てると。そうそう、だから、うん、この頃多分任天堂の人もこのマリオがものすごい有名になると思ってないでしょ。そうですね、ちょうどですね、あの最初ゲームセンター出たんですけども、それが81年なんですよ、うん、で、ファミコン版が83年ですね。同じ83年に、うん、ドンキーコングジュニアっていうゲームにまたマリオが、はいはいはい、あれマリオはまだ脇役ですね。名前まだついてなかったと思います。名前ついてないんですよ、うん、その後何出てくるか知ってる？テレッテテレッテ。甘いね。甘いですよね。そうなんですよ。え、テレッテレッテの前にこれは？それ後なんですよ。嘘嘘。マリオブラザーズですね、うん、あ、そうなんですよ、これなんですよ。いくら俺たちが無理やり評論家に仕立て上げたからってちゃんとしてくださいよ。これですよね。これです。これなんですよ。これも知らないの君？スーパーのついてないマリオブラザーズなんですよ。最近よく思うんだけど、マリオっていつの間にかすごいこう可愛らしくて明るいキャラクターになってるじゃないですか、はい、この頃のマリオっていうのは下水道の中でハエと戦ってたんですよね。そうですよ。亀を潰したりカニを潰したりハエを潰したりだったんですよ。あ、いとこののんちゃんが持ってたかもしれない。誰それ。そんなこと言ってたら大野くんも持ってた。ゲーム業界最新のトピックス、ニュースエキスプレス。有名タレントがたくさん登場するアドベンチャーゲームを紹介。榎本かな子、馬淵恵里香、佐藤ひとみ、新山千春、深田恭子、加藤愛、中島玲香、東山真美が夢の共演。ユーラシアエクスプレス殺人事件。まずは1万人に未来を見せよう。ドリームキャスト第1弾ソフト、ソニックアドベンチャーの制作発表会が8月22日東京国際フォーラムホール A にて開催。ドリームキャストで実現するエンターテインメントの未来基準、かつてない感動と驚きが君を待ち受けている。宮本さんはですね、とてもその偉い人なんですけども、すごく人当たり良くて優しい人ですよね。取材に行くと、あの僕らが行ってもそのアルバイトの子が行っても全然こう差別することなく皆さん付けで呼んで、あのすごく親切にしてくれるんですよね。その辺がね、あの人のすごく作品にも表れてると思うんですよ。例えばショーとかに行きましてですね、宮本さんの周りに人が集まる、当然のことなんか人が集まるんですけども、で宮本さん、そういう人全員答えるんですよね。全くこの、いやもう僕は忙しいからってことしないで、全員握手をしてニコニコしながら、ありがとうサンキューサンキューと言いながら、ずっとだから30分ぐらいショーの会場を回ってて、でまた帰ってくると宮本さん3メートルしか動いてないんですよね。誰に対してもあいつよく対応してくる人ですよね、宮本さんは。マリオって名前がついたのこれが最初なんですけど、はいはい、マリオブラザーズが、はいはい、で結局大ブレイクしたのはスーパーマリオブラザーズ、うん、85年発売。俺の中ではこれも十分ブレイクした。俺と大野くんの中でもすごいブレイクだったんだよね。格闘ゲームの元祖はこれだから。
カニを寝かせておいて下で待ってて、わざとそうわざとこうカニを生き返らせるっていうのやったな。さあみんな、マリオ。マリオ？はい。あれどうなの？鼻が大きくて。あ、うまいうまい。それで M ってこうだっけ？ M、M。眉毛もできる？目どうだっけ？こうだっけ？あ、でもいい線いってますよ。いい線いってます。はい。ドリームキャストが送る超大作スーパーアクション。ソニックアドベンチャー。この制作発表会を8月22日有楽町東京国際フォーラムにて行います。当日の君の声がゲームになるかもしれない。ようこそ私の命たち。カゲロウ、なんと人間たち。罠を仕掛け敵を倒すトラップバトルゲーム、カゲロウ。ハマるやつが悪いんだ。デジキューブ。誰か僕。デジキューブ。え？続いてはですね、その意外なマリオの仕事ぶりが一本の VTR になってます。どうぞご覧ください。ドンキーコングでデビューを果たしたものの、マリオを待ち受けていたのは長い下積み生活でした。1983年、任天堂からファミリーコンピューターが登場。ハードの普及を促す役割を担って、このドンキーコングも発売になります。ゲームセンターのゲームが家で、しかもお金を払わず遊べてしまう。そんな衝撃でドンキーコングはファミコン本体ともとも大ヒット。マリオは思ったことでしょう。チャンス到来、ブレイクは時間の問題だと。しかし次に発売になったドンキーコングジュニアは、マリオにさらわれたコングを救うべくジュニアが大活躍するストーリー。なんとマリオは悪役になってしまいます。複雑な気持ちで役を演じるマリオ、きっと枕を涙で濡らした夜もあったことでしょう。続いて発売されたマリオブラザーズでは、マリオはどうにか主役に復帰。下水道を舞台に亀やカニを退治して大活躍、精一杯のアクションを披露します。しかしそれでも世間は振り向いてはくれませんでした。マリオは再び世間の厚い壁を知ることに。ついにはアルバイトに精を出す辛い日々がスタート。84年発売のテニスではちょい役で登場。わかりますか？審判席に座っているマリオの姿が。そうです、この中ではマリオ自慢のジャンプを披露することもありませんでした。85年発売のレッキングクルーでは、ハンマーを振り回しビルを飛び回る解体工事のバイトも体験。この下積み時代の貴重な体験の数々が実を結び、史上空前のマリオブームがもうすぐやってくる。もちろんそんなことを想像できるはずもなく、ただ一人黙々とマリオは下積み生活を送り続けるのでした。あのゲームはみんなやったことあるでしょ？手にもう全部あります。あるでしょ、はい、ただあれがマリオだっていうことに今気づいた。今気づいた。あれみんなマリオなんですよ。俺今ちょっと勘違いしたのは、ドンキーコングでは僕が動かせるキャラクターはマリオだったから、はい、まあこれでも準主役みたいなもんじゃないですか、うん、ゲームのタイトルにはなってないけど、ドンキーコングジュニアは動かすキャラクターはゴリラの子供で、そうです、敵じゃないですかマリオ。もう名前もない頃結構下積みやってんですよ。テニスの審判なんて本当に地味で、ただいるだけなんだからマリオ。へえ、すごいな。これが本当にね、下積み時代のマリオなんですよ。みんないきなりマリオも出てきてからすぐスーパースターなわけじゃないんですよ。マリオはこの他にも様々な仕事にチャレンジ。90年発売のドクターマリオでは、その名の通り医者として登場。91年発売のマリオオープンゴルフではプロゴルファーに。95年発売のマリオのピクロスでは考古学者も体験。そして96年発売、ご存知64用ソフトマリオカート64ではカートレーサーに体当たりで挑戦。しかしこれだけではない、実はこんなキャラクターに扮したことも。
93年発売のスーパーマリオコレクションではなんと地蔵たぬき役などに挑戦。ジャンプ力はそのままに、しかも尻尾をフリフリ空を飛ぶ。同じく93年発売のマリオとワリオではバケツをかぶったまま演技を披露。その上マントをひるがえす。そして極めつきはこちら、95年発売のスーパーマリオ RPG、 なんとニックキクッパと仲良くピース。変わったところのマリオの出てくるゲームって何かあります？結構昔なんですけども、うん、86年ですね、うん、I am a teacher マリオのセーターっていうファミコンのディスクシステム用のソフトがあったんですけども、うん、これは任天堂ではなくてロイヤル工業っていうところが出たんですけど、それはセーターを、それを見て作りましょうっていうソフトなんですよ。だから網目が全部あのゲームじゃないの？グラフィックとして出てて、はあ、はあはあはあ、なるほど。こうマス目でこうドット絵みたいにしてマリオが描いてあって、この通りセーターを編めば横何個とかやっていくと、マリオの柄のセーターが編めますよっていう、はい、そんなソフトあったんだ。あったんですよ。あ、じゃあもうその辺からこうなんだろう、ファミコンを背負って立ってるんだね。そうですね、マリオ自体はね、うん、マリオのさ、あのマリオブラザーズのさ、さっきのこう2人で飛びながらさ、カニとか潰してるやつ、はいはい、あれに途中にコマーシャル入ってたの知ってる？多分あれが一番最初のゲームに入ったコマーシャルですよね。そうですね、帰ってきたマリオブラザーズに入ってたんです。入ってたんですよ。ゲームこうやってクリアしていくと、突然マリオが長谷園のお茶漬けのりを押してくるの。それでどうなるんですか？でそのまま押して去っていくんですよ。それで終わりですか？で次の面が始まるの。でこれはマリオがどれだけ人気あったかっていうバロメーターなんだけど、要するにもうみんながマリオやってるし、みんながマリオ知ってるから、マリオが俺たちタレントみたいに CM に出ることに効果があるってことでしょ。うん、だからちゃんと永谷園がお金を出して、そのゲームの中でマリオが永谷園の宣伝をしたっていう。今週のラインナップはこれだ。イースターナウ、アバラバウはどんな願いも叶う魔法メッシュをめぐり冒険を続ける 3D アクションゲーム。能力の異なる9人のキャラを操って遺跡を探索していこう。主人公の後ろに視点を置いた戦いはワクワクすること間違いなし。魚釣りを題材にした RPG、 おなじみ主釣りシリーズに最新作が登場。6人のキャラから1人を選び、自分の主を求めて冒険を繰り広げていこう。デュアルショックの手応えは本物さながらだぞ。人気のパチスロ台 B キッズクラブ F、 スピード、セブンバーの3機種をリアルに再現。攻略法を楽しめるのがこちらのソフト。リールの回転スピードを調整すれば目押しの練習もできちゃうぞ。現在大人気のスピードと伝説のマシン CR 金閣寺3の2つの機種を収録したパチプロソフトがこちら。リプレイ外し機能をはじめ攻略に役立つ機能を満載。課題を順番にクリアしていくミニゲームも楽しいぞ。恋愛シミュレーションを味わえる麻雀ゲームがこちら。3人の美少女とのラブストーリーを麻雀の対局で作り上げていこう。他にも5つのモードで遊べるフリー対局、美少女が指導する麻雀教室モードも楽しめる。縦スクロールのイメージファイトと横スクロールの X マルチプライ、ゲームセンターで人気を博した名作シューティングゲーム2本を収めたソフトが登場。10年前の興奮をそっくりそのまま体感しよう。今週発売になるその他のソフトがこちら。サトミンのマリオが、あ、しかもね、あれだよ、ドンク。なんかね、そう、ね、なんか言ってんの。そう、マリオで、鼻こんな感じ。うまい。なんかミッキーみたいな。違うんだ。全然 OK です。ありがとうございます。マリオです。マリオです。 CM の後は浜村編集長が語るマリオの裏話。ロビオン、コツコツと育てれば君のポケモンは必ず強くなる。今度のバトルは戦略で勝負だ。ポケモンリーグの興奮を君の家で楽しもう。任天堂64ポケモンスタジアム。セガタゲームチャート。出
チーム度満点。スチームを動力源とする近未来シミュレーション RPG バッケンローダー、スーサタン超最新データ版登場。なりきりモードもさらに充実。プロ野球グレイテスト9 98サマーアクション、セガサタン。この番組はセガエンタープライズス、任天堂、レジキューブの提供でお送りしました。この辺だな、俺がなんか馴染みが深いのはこの辺の、いわゆる何 UFO キャッチャーっていうんですかね、これでこれ取ろうと思うんだけどすごい位置、首まで他のやつに埋まってたりしてここだけこうやって見えたりするね、こうやってってで他ももういらないよそれはっていうのがいっぱいあって、女の子とさたまたまなんかゲームセンターとか行ったりしてさ取ってなんて言われて燃えちゃってね、うまくつぎ込んだもんだよね、それ買えよっていうぐらいつぎ込んだね。1985年、ついにマリオの運命は一変します。そうです、あのスーパーマリオブラザーズが発売になったのです。大魔王クッパにさらわれたピーチ姫を救うためクッパの手下がうろつくフィールドを駆け抜け、マリオが大活躍。このストーリーに日本中が熱狂し、一説では世界中でなんと売り上げ4000万本を記録します。そしてマリオも現実味と親しみのあるキャラクターとして女性や子供にも大人気に。そうです、ついにマリオはナンバーワンキャラクターの座を獲得したのです。これを機にマリオの生活は急変します。続編が企画されたり、この作品に出てみませんか、そんな依頼も殺到し嬉しい悲鳴の連続です。86年、続いて発売された前作をクリアした人のための上級編スーパーマリオ2も爆発的なヒットを記録。さらに寄り道の楽しさが一層パワーアップしたスーパーマリオ3も売れまくります。もはやマリオのこの勢いはとどまるところを知りません。89年、ゲームボーイ発売と同時に登場したスーパーマリオランドも大ヒット。周囲の熱い期待に見事に応え、ゲームボーイ本体の普及に大いに貢献します。未だにゲームボーイはマリオの独壇場です。マリオ人気は国内だけにとどまりません。活躍の場はついに世界に広がり、92年、アメリカでスーパーマリオ USA が新登場。すると今度はアメリカで空前のマリオブームが到来します。世界を股にかけてマリオグッズも大人気。シャンプー、タオルは優に及ばず、衣服やクッション、人形なども大人気商品に。こうしてゲーム業界に数々の貢献をしてきたマリオ。しかしマリオの挑戦はまだまだ続きます。マリオに夢を追い続けている人たちのために、マリオはもっともっと素敵な夢をこれからも見せてくれることでしょう。アメリカでもすごい人気なんでしょ、ね、映画とか。映画 ね、映画のマリオ見たことある？実写のクッパ役のデニス・ホッパーすごいの。デニス・ホッパーがすごい俳優で、はい、まさかと思ったんだけど、当時の俺はなんか逸話みたいのを聞いたら、あのマリオが映画になったのはもう4年5年前かな、あれあのマリオシリーズが1億本売れた、世界中で1億本売れたという記念で作られたんですけども、ハリウッドで作られたんですけども、まあ資本がね日本からの資本ということで、なかなか映画俳優を集めることができなかったんですよ。でしかもそれがあのまあある意味カトゥーンみたいなね、世界の漫画からとかゲームから来たものだったので、割と俳優役が嫌がってたんですけどもですね、特にその、デニス・ホッパーっていたんですけども、あの人がですね、あの普通は返事で通っていて映画とか全然気に入ったものしか出ないんですけども、あの出てきたんですよね。で理由を あるジャーナリストの人が聞いたら、どうやらその人はあのマリオが好きで、とにかく息子さんがもうマリオ熱狂的なファンで、で出演の条件というのが、あの宮本茂と合わせてくれてサインをくれるなら出演してもいいって出たっていう話ですね。でもやって役はクッパだったんですよね。あれは本人よく分かってなかったのかもしれませんけど。外人がやってんの？そうそうそう、だから今まで何聞いてたんだお前。デニス・ホッパーってどんな漢字書くんだよ。じゃあマリオの海外人気どんどんすごいですよね。あと誰だっけ、宮本茂さんにサインもらいに来た、あれですよ、あいつ、あいつ、うん、あいつな、うん、ポール・マッカートニー。そうです、ポール・マッカートニー。糸井重里に聞いた話なんですけどですね、
宮本さんがあのアメリカだと思うんですけども、向こうショーがありまして行って、そこでスピーチをするということになったらしいんですよ。でスピーチの準備をしてて、その夜ホテルに泊まってたら、ホテル の, あの来世にですね、急に電話がかかってた。で聞くと、あの僕はポールというあなたの大ファンだ、ぜひこれから会ってくれ、ロビーで待ってるから、あぜひ会ってくれっていう風な話をしたらしいんですよ。でも誰か全然わかんないし、宮本さんちょっとファンといってもね、熱狂的なファンだとちょっと怖いので、まあそれはできませんって言って、また明日アポを入れてくださいってことになって、なんかしないのでいきなり一連できた人が翌日アポが入ってたんですよね。あの宮本さんの秘書の人からアポが入ってます。で何だろうと思って言ったら、外人が一人立っていて、僕はポールという、で僕は家族を挙げてあなたのファンだからサインをしてほしいとか、ずっとこうサインをして、宮本さんがああ分かりましたということでサインをして、でひとしきりなんか話をして、マリオのことすごい褒めてもらって、そう気分よくありがとうって言って帰って、で宮本さんがその秘書の人に、なんであの人のアポはね急に入ったんだって、宮本さん今の人ポール・マッカートニーですよって言われたんですね。で宮本さん、ああそれはあのバンドやってる人なんかそういう話をしたっていう話が言ってましたけどもですね、多分本当だと思います。ポール・マッカートニーって誰？もう僕には理解できませんけども、まあ、テレビ見てる方はもうそれだけのこう外国のアーティストとかもマリオのためだったらばサインをもらいに行きたいし、マリオのためだったらばその映画に出てもいいぜっていうぐらい、このスーパーマリオのこうインターナショナルな人気っていうのはね、すごうござんすよ。マリオとは宮本さんにとって一体どういうものなのか、ちょっと読ませてもらいましょう。完成された箱庭で遊ぶ楽しさがある一方で、原っぱで棒切れ一本持って遊ぶ楽しさもある。何のルートもないところを自由に駆け回り、棒切れを振り回してみたり、そこいらを叩いてみたりする。そこは誰かが何かを用意してくれている場所ではない。だからこそ自分の想像力とチャレンジスピリッツで自分だけの楽しさを見出せる。そんな遊びと同じ楽しさをマリオに託したい。それではマリオ知ってないとこの辺でさよなら。ここでプレゼントのお知らせ。番組で紹介したご覧の6本をまとめて1名の方にプレゼント。宛先はこちらです。さて次週のゲームウェーブはメタルギアソリッドの大特集。コナミ開発室に潜入成功、秘密情報ついにゲット。来週もお楽しみに。商売の挨拶は儲かりまっか。番組の最後は今週のソフト売り上げトップ10。なんか本当はないんだ、言いたいだけしらけたセリフだけ気づいているんだけど悲しくはないんだ、君がもっと僕よりもっと傷つけばいい。また来週。ウェザーブレイク。関東地方の今日のお天気です。全般に晴れるところが多いでしょう。東京は晴れ、神奈川も晴れでしょう。